どうもショータイムゴルフです。今日はオークビレッジにやってきました。そして今日の企画は第1回レディースティーから回ってみよう。イエーイ。今日のゲストを紹介しますか。はい、今日のゲストはあなたは誰ですか。竹内くん、ご無沙汰しております。久しぶりの登場。久しぶりの登場。はっはっはっ、個人行こうぜ。はっ、ということでね、この4人で、レディースティーで回ったらどうなるかっていう、まあ、今日初の試みですね、はい、やっていきたいと思います。まあ多分ね、50代は硬いよね。間違いないです。それはもう余裕ですよ。もうだってドライバーチョンって言ったら、もうあとチョンカコンですから、もうそれはもう50ね、7とか8とかぐらい出したいっすね。プロだったら出したいね。出したいっすね。アマチュアの勝也に負けてらんないよ。負けてらんないっすね。今のテルテルだった。ごめんだったらこの人だね。ゼンドラ。何だったの今の。ゼンドラだとさ。ゼンドラ？何個か超えるよね。お願いします。じゃあ。レディースティー選手権。あれやばいの？どうぞ。あれやばくないっしょ。サバあるか。ちゃんかっこいいね。お願いしますもん。いや、すげえマジでいい感じだった。あぶね、緊張した。え？左。お願いします。あるかな。さあ、いやマジで行ってみよう。いきなりワンオンチャレンジ。322ヤード。おっと、耐えろよ。オッケー。ちょっと巻いてるけど大丈夫でしょう。オッケー。カメラ向けて。何がやねん。因縁のオークビレッジですけど。本当だよね。本日は赤 T からという。どんくらい出すの。54。さすがに赤 T は余裕。余裕余裕。でも正直多分中 T からやると多分めっちゃ狭いから、そういう難しさはありますよね。赤 T からやるのどれぶりよ。ありそうですよね。小学校6年生ぶり。リトル竹内がこんな景色を見てたんだなみたいなの、アダルト竹内が。今日の意気込みは誰かに勝つ。え、撮影いつぶり。この間お盆の前時に撮って、あれ中津撮ったショータイムカップ78。ピン奥だ。ピン奥で。ちょっと風も上げてた。軽く行ったね。全然転がんない。これ取れてなかった。これは70ヤードくらいか。そうですね、70ヤード。サンド。サンドウェッジ。ちょっと手前から上りがあるんで、僕の止まっちゃったんで。ピン柔らかいっす。ボンっただけ。カツヤさん、今日目標スコアは。目標っすか。ベストスコアいくつでしたっけ。73かな、多分。え、人生のベスト。人生。じゃあ今日はアンダーパー。うん、アンダーパーだな。オークビレッジでベストスコアは。俺オークビレッジ初めてない。難しいって噂じゃん。オークビレッジって言ったらめっちゃかっこいいっす。マジで。じゃあちょっと頑張ろう。2打目ライ悪っ。もううまい。
ナイス。普段のバーディーパットより長い。ちょっと長いね。さあ、普段のバーディーパットより長いバーディーパットを決められるか。惜しい。切れない。ヒロ君の2打目、4打目か。どこ？ナイス。ナイスパー。パー。やった。パーだ。嬉しいね。勝也さんバーディーパット。結構いいとこ乗りましたね。OK、ナイスパー。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスバディ、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 幸先いいね。ショットさん、今日は50台出るか。50台チャレンジも進行してんのこれ。ショーゴは ボギーパット？ナイス。多分下りフックですね。あ、スライスだ。結構切れるね。全然逆だった。うん。アポ。こっちから見ると左側が高いように見えたけど、マウンドが効いてた。ここにグリーンがあります。この木の向こうが2番、手前が谷。2番見てたよ。どこ行くか分かんないから。手前が谷になってます。直線距離にして280ヤードぐらい。280ヤードぐらい。ショットさんスプーンで狙えます。おお、入れた。あれは全然 OK。 大丈夫だと思う。この直線行くとどこまで行けんの？あの崖っぽいところ。手前よりは奥までいいんじゃないの？380ヤード飛ばした男なんだから大丈夫だって。そうだよ、380ヤード飛ぶんだから。ただ信じて、風よ、俺の味方に。これ乗ったよ。やったよ、これ勝也さん。やったよ。イーグル、イーグル。あ、池越えたんだ。240ぐらいで超えんじゃないの？ 260 ですね、手前の位置。いや、絶対超えてない。キャリー260は絶対いってない。いや、これいいわ。当たってない。あ、まあ、そうかな。斜面にあるかな。斜面だな、多分。わかんねえよ、このドライバー。どんな球出るのかすらわかんねえ。おー、あ、俺と同じ。そういう球ね。俺と同じだわ。あるある、あるね。ここら辺。あー、オーマン、オーマン、ワウ、ルカティン、ソーバッド。いやー、難しいなこれ。乗れば100点。そうっすね。あー、乗ったけどな、これ。あー、あー、もう一回だ。ショットさん、はい。でも、これはさっきより簡単。ナイスオン。ショットさん、3打目。こういう感じ。いやー、ちょっとでかいっす。勝也さん2打目、40ヤードないぐらい打ち上げ。うまい。まあまあ、ナイス。入れ。うまい。ナイスパー。うまい。
こう。勝也さんバーディーパット。めっちゃスライス。いいんじゃない？おい、ラストバーディー。ああ、惜しい。ショートさんパーパット。うわ、惜しい。えい。いや、僕ダボ打ってますけど。フックじゃないの。スリーオーバー。どっから。チャンピオンっていうより下手だよ。前からやっても変わんねえよ。チャンピオンっていうより下手だわ。はい、ナイスパー。ゴルフはね、やっぱり距離じゃないんだよ。そんな気がする。でもバーディーチャンスはね、チャンスは多いですね、うん、それをものにできるかどうかだからそこはパターとアプローチの問題ですから、やっぱり正午のウィークポイントがもろに出る僕のウィークポイントがもろ出る感じなんですアイアンが得意な人はアイダメですね問題ありそうすると企画が面白くない後ろから打つのと一緒でしょそっかバーディー取りに行くんですそっかごめん前からったバーディーが取りやすいかどうかっていうごめんごめん299ヤード。Hey man, that's OB man. いや、完璧だと思う。え、それが完璧だね。それが完璧なめ。決めて。行くべきはそこ。いいとこですよね。うん。多分。直ドラ。ここ直ドラ。上げてるから。いや、信じられないぐらいの上げますよ。秋山以来だね秋山あ秋山ね、だね出たイーブンの大炎上大炎上大炎上、俺の黒歴史大炎上失礼いたしましたどうしたのこれえどうしたの刻んだスプーンでスプーンダメ刻む、うん、すげえ左足下がり画面じゃ伝わらないかもうんナイスバンカーのちょっと左フェアウェイナイスでーす236としか出ないじゃあそれだよバンカーです何ヤード220ヤードくらい220 5番ウッドなんであんな上がんのどういうこと超畑サンドウェッジぐらい上がった217 186 1865番や186ヤード、はい、めっちゃ上げてるんで2打目上げ見してくれよ翔太おーやるよドロー、うん、
おおマニーだねこれ。マニー。はいどうも。はいナイスワン。32ヤード。98って感じ。これエッジ表示ですか。これはエッジじゃない。さすがに8番相当上げてますね。どんな球だよ。ちょっと泥目で、うん、行きたい。できれば泥目で、うん、じゃないと多分届かない。うん、左には池があります。届けば池越えますもん。うん、あ、ちょっとどうしない。右から右へ行ってしまった。でかい。でかくない。75ヤード何度？60度。アゲンストです。おっ、奥。僕はバンカーから。52ヤード54。おっと危ない。危ない。30m ぐらいイーグルパット。うわ強い。ちょっとオーバーしましたね。ちょんだめバーディートライ。うん、ゴーゴーゴー。ちょっと手前。うまい。ナイス。はい。入れ。あれ、スリーパットした。はい。ナイス。ナイスパー。ボギーだけどね。ボギーか。ナイスパー。パーパーです。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。